こうだな。で大回転で追い風打って様子見よう。大きい。さ。キラフロル対面なんですが、どうしよっかな。キラフロルって得高いのか、まあ追い風ってがむしゃるかなって気がするけど、ストーンエッジと打ってきたらまあ全然それはそれでいいんだけど、パワージェム。オッケー。これは良くて、追い風打って、タムシャラで。1にして、あ、オッケーオッケー、仕事はできたね。でここでかねちゃんで、本当はねオリーバでもよかったんだけど、毒の状態だから、でかないすると毒毒になっちゃうからね、あんまりよろしくないんだけど、まあまあとりあえず処理して。普通に毒牙だから、やられちゃうから、先に。デカネで処理して。ヌメルゴン。このヌメルゴンは何のヌメルゴンなんだ？でもなんか、絶対テラスタル指摘しますよ。って感じのヌメルゴンだよな、これ。邪熱距離デカハンマー打った方がいいよな、これ。鋼とかかな。だったら瓦割りとかした方が良かったけど。炎か。まあ、そうなるよね。耐える耐える。食器だから耐えます。後出しできないよね。瓦割りで退場するしかないか。まあオリーバでいっか。テラスタル多いから肩が大きくて困るわ。対策できねえよ俺。毒毒ね、痛いけど、猛毒。短時間で終わらせなきゃ。あ、このオリーバね、一応特攻しづくし、サザンドラと同じくらいあるんで、まあ、あんまダメない方がいいっすよ。まあ、オボンあるし、収穫でなんとか持って、なんとかしたい感じはあるわ。いい耐久。テラバーストえ
硬すぎやろ。直径やさすがにこれ。直径ですね。テラバースというか。やべ、ジョーゴと思ってんのかよ。危な。怖っ。テラバースね。これ収穫してくんねえかな。収穫してくれたらめちゃくちゃでかいわ。痛いな。収穫、お、ナイス、来た。お、いいね。まあ、あと宿りに打てたら打ちたいけど。108で耐えれるか。うわぁ、セグレイブか。とりあえず力を吸い取るようにしようか。耐えろ。よし、あ、ぶね。勝ったわ。いや、まだわかんないけど。満タンまで回復しよう。よし。いいね。収穫。で、宿り日よりかもマジカルシャイン。どっちがいいんだ。宿り行きかマジカルシャインか。現実行くか。当てろ、ナイス。で、まあオモン来るから現実に行こう。で、これをオボン発動して、収穫しろ。ナイス。神だ。神だ、このポケモン。神様？でも、巨源突撃って次受けるダメージが2倍になるから、マジカルシャインで死ぬんじゃないか。いけー、勝ちです。強すぎだわこの木。このオリーブの木強すぎだろ。勝ちです。すげーめんどくせえ。すげえめんどくせえ。これ初手セグレイブでさ、あの竜の前ガン詰めしていいかな。多分竜の前対策いいんだろうな。教授音とか、教授音じゃねえわ、ラウドボン、敵のラウドボン、そのためにいると思うんだよね。だからこれでよくて、ラッキー潰す用のデカヌちゃんと、まああとイルカマンはね、まあオリーバかな。まあ、これで、いいかな。ラウドボンもね、まあ、タイプ、テラスタル、テラスタル、こっちね、自信あるから、セグレイブ。自信読みでテラスタルしてくれたら、全然、それはそれアドだし、まあ、悪くはないよ。イルカマン。まあ、クイックターンでしょ、ここ。イルカマンってさ、まあ、種族値低いから、ここ竜の舞でとりあえず見ますか。クイックターンだよね。だから分かってて、ラウドボーン、まあそうだよね。
あ、でもこの人は大熱なんで、やけどとか効かないんで、あ、間違えちゃった。間違えてしまいました。まあいいや。後続につなぐためです。はい、これ。間違えた。なんかこの技ってことない。はい。ありがとうございます。いないです。いないです。残念ながら。ガイドボーンさんじゃ受けれませんよ。うちのセグレイブは。いや、今のやっぱ絶対自信打ってよかったなぁ。シュッと。A 連打してミスってた。考えてね。はい、自信。あ、いいダメージ。最高。あれ？そうだよね。熱交換。相手落としてくるかな、とりあえず。でも、2段階積んでるしね。このセグレイブを止めるやつはいいのか。最悪テラストでも視野だな。先制攻撃打てるような敵がいたら、テラストでも視野に入れましょう。サーフゴー。これテラストにしましょう。テラスタルしない。いや、さすがに飛ぶ。初見突撃か、プラバリか。どっちの方がいい。まあ、初見突撃でいくか。こういう場合どっちの方がいいのか分かんないな。多分ワンパンだと思うけど。はい、最高、最高です。あとイルカマンかな。イルカマンがスカブだとしても勝ちなんで。マイティーチェンジ。まあ、初見突撃で。水。先制攻撃やったんだっけ、こいつ。かないこれ。さよならー。イルカもやっぱ対策しやすいね。そういうことか。やっぱセグリーブなんやったな。強いところでガルドボーンで敵じゃないの。そうですね。